だから割とね、関東のガイル使いは瀬尾くんには絶望してるんですが、小高はね、いけるんですよね。これはね、かなりすごい。一時期かなり瀬尾くんでやったっていうことで、人読み込みでうまくいってるというイメージです。あー、しかし、まずは戦列へ当たってしまう。さあ、いいところで来て、二択がゲーム、おっと、ここはダブルソン刺さる。ちょうど痛かったか？うわー、ここは、そうですね、今最後の一発だったので、バスターで、ちょうど死ぬところでしたね。これは受け身取っても倒せるので、今バスター一番狙いところでした。素晴らしい。そこね、結構、全、テンションでね、やっぱ二択を回避する、順率がかなり多いです。ああ、いいとこ取っていきました。これは小高かなり取りたいですね。さあ、ゲージ溜まったぞ。ゲージが溜まったので、ガイル有利の時間です。ガイルが、おっと、ジャンプジャッキックの対空が、なるほど。今回はめくったと見せかけて、上に行って、タッチシューキック。